おはよう、おはよう、ふてさん、おはよう、皆さんおはようございます。絶対実家の冷蔵庫なんて開けてしまったら怒られると思うけど、今日は誰もいないので開けちゃいます。めっちゃ入ってる。私がどうしてもなんか油ごか食べたいみたいな話をしてて、マミーにそしたらね、トントロがね家にあるからねって言われて買ってきてくれたらしい。それは食べたいなと思います。マジで今日炒めるだけ。あとカップ麺もね食べていきたいと思います。これ美味しそう。トントロ大好き。とりあえず肉の油欲してたの私。でマロンちゃん、マロンくんか、これ味付けがしてあるので。うわー美味しそう。この肉の油がたまらん。どこにでも来るポテスさん。はーい、出来上がりました。早速食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。油最高。トントロ大好き、ほんまに好き。
今後ろにさ、この黄色の布下あるやん。この間までなかったんやけど、私がここで撮影するから、実は暖炉なのよ。私も生まれてからずっとこの家住んでるけど、一回も見たことない暖炉つけてるとか。まあ一回も実際つけたことないらしいけど、マジで物置き場なのよ。それが恥ずかしくて、でも片付けるのは無理やから、気づいたら布がかかってました。おいしでも絶対冷蔵庫さ、出したら出てこられねえか。でもうちのママめっちゃアナログなんよ。人に言われへん限り絶対バレへん。から大丈夫やと思ってる。あんたかなぁ、ほんま。とこれ。テレビに映ってる時はよそ行きの顔やから。まあでも実家にいるときはここぞってばかりに甘やっぱなしをね、ありがとうございますって感じ。美味しかったー。ごちそうさまでしたー。